はい、皆さんこんにちは、マネルール理事です。ちょっとちゃんと言えませんでしたね。ではここからですね、またハーツオブアイアン4現代モッド続きをプレイしていきましょう。今ですね、北朝鮮中国と戦争状態にあるんですが、中国軍北朝鮮軍に、関西方面に上陸をされてしまったという何ともな状態なので、アメリカ軍の支援を受けながら、まずは日本の本土から、北朝鮮軍を廃止しましょうというところと、ベトナム戦線ですね、ちょっと押し込まれてるんで、ここなんとか耐えましょうとしかちょっと言えないですね。本当に苦しい戦いが続いています。一方、北朝鮮への逆上陸作戦、これが頓挫しているので、ここもなんとかしたいんですが、制空権制海権ともに十分でないというところがあってですね、なかなか苦戦しているという状態ですね。では時間を進めていきます。まあ、少なくとも日本本土からね、中国軍、それと中国軍、北朝鮮軍を追い出しましょうというところかな。大阪は、いや本当にアメリカ軍の16個師団のおかげで奪還できそうだな。問題は制海権だけど、結局日本海の制海権も完全に失われましたね。海軍戦力はどうなってる？すり減らされてる艦隊はいますね。第三艦隊とかどうだろう。空母は残ってるけど、他の艦隊はだいぶすり減らされてるな。ただ敵艦3隻じゃないね、3隻撃沈。いや本当によく頑張ってるよ。第3艦隊一番今のところ艦艇数がすり減った感はあるけど、あとは第7艦隊とかは、第7艦隊はちょっとまだ本格的な戦闘には入っていない状態ですかね。いや、アメリカ軍のおかげで着々と、それこそまさに着々と取り返しつつあるけど、本当にね、もう北朝鮮が湧いて出てくるんだよね。何種なんこの北朝鮮は。このまま本当にじりじりと、まずベトナム戦線だよね。ベトナムから軍を引くという選択肢を考えなきゃいけない。一旦全軍を撤退させよう。いやでもな、撤退させたところでどうだい、ハノイの要塞突破されたわけでしょう。いやー本当に厳しい戦いになってるで。核に頼り切った戦術だったのかもしれない。その核が今撃てないとなってしまった以上、まずは、日本海の制海権をしっかり取り返しましょうというところなんだけど、その制海権争いすらもかなり苦しいもんね。そうか、今一部の艦隊は修理中なんで、修理中になってると動けない分、
だいぶ戦力ダウンになるということだな。とにかく日本海と東シナ、この2つだな。この2つ、日本海東シナ、この2つを何としても中華民国が併合された。マジか。中国が台湾を飲み込んでいる。台湾が消え去ったか。何をしていたんだアメリカ軍。さらにフィリピンに北朝鮮の上陸を許している。駆逐されつつある。準備よし。日本の夢となるのか。これは沖縄に北朝鮮中国を上陸させるわけにはいかないぞ。沖縄を防衛する戦力は残念ながらないので、東シナの航空戦力、いや中国軍本当に舐めまくってたな。あと北朝鮮も舐めまくってましたね。まあじわりじわりと北朝鮮を駆逐していってはいるので、北朝鮮の戦力をアメリカ軍の力を借りて、まあ、逆に日本本土ですり減らした上で逆上陸を仕掛けていくと。でそのためにはもう日本海に、うわ核落とされてる、2発目の核が新潟へ。北朝鮮、己北朝鮮だな。核の撃ち合いっていう状態に持ち込みたいんだよね。17発の核があるんで。お、ちょっと待って、この恨み、核を持って核で敵を、北朝鮮よ、ちょっと待って、制空権がない、制空権がない、いや制空権は取れてるはずだぞ。それなのに核が落とせないというのか。核ありきの戦術なのに。ない、制空権 75% がない状態？いや制空権は取れてるはずなんだけど、日本海の、いやー取れてない状態になっちゃったね。そういうことね。ちょっと制空権は常に目を光らせておきましょう。
で、航空隊を増強できるんだったら増強したいけど全くないわ。輸送機しか残ってない。いやー本当にインドシナの戦線も後退の一途をたどっていて全滅だな。ちょっと戻してあげたい。どうする？いやもう戻ることもできないな。海への進路を完全に塞がれている。いや中国まさか台湾も併合してくるとは思わなかったな。アメリカ軍はマジで何やってたんだ。こんな戦争が起きてる状態で国際緊張度 7% ですからね。世界的には何にも起きてないに等しい状態っていうこの異常事態。まずはこの中国地方にいる敵の軍、これをまあ、多分もういないんじゃないかなと思うんですけど、いずれにしても邪魔くさいんでしっかりと塗り替えておきましょう。塗り絵を。いやインドシナに派遣していた40師団これは玉砕しましたね。いや本当に申し訳ないとしか言いようがないな。フィリピンも出艦するのは時間の問題だ。ということはフィリピンにいる航空隊を解散して全て引き上げましょう。といっても戦略爆撃機だけ、いやここにはマルチロール機がいる。このマルチロール機を予備に戻す。でセブ島にいる爆撃機隊、まあ、爆撃機はいいか、ほっといて。いや211機っていう爆撃機数はバカにならないよ。確かに爆撃機自体は制空権争いでほぼ意味がないとはいえだ。あとは何としても北朝鮮に一矢報いる。よし、日本本土からの、中国軍北朝鮮の駆逐作戦は、順調に進んではいますね。アメリカ軍の動きが鈍いとはいえだ。まあさすがにねアメリカ軍頼みというわけにはいかない。
け。アメリカ軍にはさらに師団を送ってもらいたいな。いやー、本当にインドシナ半島そのすべてが中国に、そしてなんとフィリピンが北朝鮮領になりつつあるっていうこの実情。沖縄は完全に北朝鮮に奪われているし、アメリカ軍は何してるんだっていうアメリカ軍頼みの戦いになりつつありますけど、日本海の制空権はなんとかかろうじて維持しているっていう状態か。ちょっと距離が届かないかな。これもちょっと距離が届くね。すでに北朝鮮向けて動いてはいるんで、あとは朝鮮の制空権を取ったら核による反撃だ。いやでも朝鮮に展開している航空戦力、まあ、もちろんその爆撃機とかほぼほぼ制空権で役に立たないものも含めてですけど、1000機以上、1400機体制ぐらいでも制空権が取れてないっていう中国軍のやっぱり分厚さみたいなものを感じますね。ここは3発目の核が長崎に落とされたか。長崎にとっては2度目の悲劇ですね。本当にバンバン核落としてくるな。どうしても北朝鮮の制空権が欲しい。なんとかならないのかな。さてと、ここでまた強襲上陸を仕掛けられるのか。追加で北朝鮮中国連合軍が九州に上陸してきてますね。しかもものすごい勢いで
その勢いを増しているけど、まずは本土だな、本土。中国地方から。なんとかしないといけないな。まずいな。このまま行くと沖縄は完全に失っている。フィリピンも、じゃインドシナ半島に関しては完全に中国だな。でやっぱり台湾だよね。台湾があっという間にやられてるっていうのが痛いよな。まとめると、まずインドシナに関しては中国で、フィリピン、沖縄、これは北朝鮮に抑えられています。いや、北朝鮮の戦力こんなにあったっけって思うけど、結局中国軍なんだよね、後ろで糸を引いているのは。そしてアメリカ軍も動きが急に鈍くなってきているし、これはやっぱり核により一発逆転を狙うしかないんだけど、航空戦力も随分すり減らされていっているんだろうな。戦闘機、その全てを北朝鮮に振り向ける。大阪にも核が落とされたか。北朝鮮、困った。ちょっと打つ手が本当にないな。アメリカ軍がさらに義勇軍を送ってくれる可能性はほぼないので、そうなると今の日本の戦力だけで日本の本土を守らなきゃいけないというわけだな。ただ何、東京が北朝鮮に占領されている。
まあ、さすがにちょっとまずいよ、ね、沖縄、日本の首都が大阪に変わっている。さてどうする。北朝鮮に上空に向けて、航空戦力はほぼほぼその全てを集中的に運用しているんですが、それでも制空権が取れない。それどころか四国にも核が落とされている。この国民団結力がひどいことになってるな。いやー、いろいろ誤算ありましたけど、やっぱり一番の誤算は制海権だな。その日本の海軍最強説に基づいて制海権は奪われないっていうね前提で戦っていたんですけど、早々に制海権互角の戦い時には押し込まれ、結果日本に上陸されるという。ここから全てが狂ったな。まあ、アメリカ軍がいてくれている間は、まあ、なんとかなるんだろうけど、北海道とかまでアメリカ軍行ってくれないからな。でも本当にアメリカ軍強いね。インドシナ派遣軍は壊滅しちゃいましたけど、さて北朝鮮上空の制空権がどうしても取れない。もう二度と北朝鮮上空の制空権を取ることはできないのかな。なんとかしてこれ奪還したいんだけどな。どうにもならないね。そしたらさらに航空戦力をかき集めるしかないかな。輸送機とか置いてもどうにもならない、話にならないんで、輸送機は置いておいて爆撃機、まあ、爆撃機もなちょっと正直言ってあまり意味がないんだけど、全ての航空戦力を、届かないか。そしたらこの400機を一旦解体して、ここに乗せちゃおう。でこの400機、まあ300機かな、この300機のマルチロール、これを北朝鮮上空に飛ばす。これでどうだ。これでダメだったらもう本当に全ての航空戦力、どうだろう、3000近い航空戦力を北朝鮮上空に飛ばして、しかもブーストもかけている。これで北朝鮮上空の、制空権が取れなければもうこの戦い勝ち目はないですね。
本全土が核にまみれた今、乾坤一擲、何としても北朝鮮上空の制空権をほんのわずかな間でもいいので握ってほしい。待ってくれ、敵軍だってさ5800機でしょ、敵戦闘機5000、いや6000機に増えてる。これはもう勝ち目がない、この戦いは勝ち目がない戦いだったんだ。そして再び大阪に核が落ちる。はい、というわけでですね、非常に悔しい戦いではあるんですが、中国軍の圧倒的戦力の前に、まあ、結果的に日本軍は無謀な戦いを仕掛けたと、まあそう言わざるを得ないですね。まだ日本全土が核に汚染されたと、まあそう言わざるを得ない結果に終わりました。まあ、このまま続けても勝ち目はないので、一旦ここで、まあ、敗北を認めるという形で、今回のこのハーツオブアイアン4現代モッドは終了していきたいというふうに思います。長らくいろいろと皆さんから応援いただいて本当にありがとうございました。で、ハーツオブアイアンは、この先も、まあ、何かしら企画を考えてプレイは続けていきたいなというふうに思いますので、こんな企画プレイどうとか、何かご意見とかアドバイスとかご指摘とかご要望あれば、動画のコメント欄もしくはツイッターの方でお寄せいただければなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。